はい、皆さん毎度毎度、みんな大好き宿毛矯正のアイロンね。結構癖がね強い若い方ね、薬は280だね、アリミノだね。で、結構アリミノ強いから塗り幅広げるとやっぱり痛むよね。昔ほどじゃないけど、やっぱり塗り幅っつったら全開部分もちょっと塗っといた方が無難だよね。もうこちらはね、塗布してシャンプーしてもう乾かし終わってアイロンかけるだけの状態だけどね。だから3ヶ月おきに来るんだけど、根元まあ3センチ、正確には5ミリぐらい塗ってないわけだから、まあそれも考慮して、まあ35ミリぐらいは新生毛だよね。で、新生毛は当然塗るし、新生毛だけ塗るってわけいかないんで、結局その前回かけた部分まで塗り広がっちゃうからね。でもそれ最近の薬はそこも考慮してパワーね落としてあるような気がするんだよね。で、昔のそれこそアイロン型が出始めた頃の薬って結構強かったんだよね。だから本当に新生毛部分だけ狙って塗ってないとなんか結構痛んだような気がするんだよ。まあその時使ってたアイロンとかね、まあなんか塗る量とか技術とかいろいろもう10年以上20年ぐらい前の話だから変わってるからね、ちょっと一概に同じと判断はできないけど、とりあえずアイロンかける時ね、あのアイロン一回かけ終わるじゃない、そんでもってダッカールでブロッキング取ってまたアイロンかけるじゃない。それさ、一回やるたんびにブロッキング取ってると結構ね終わんねえ気がすんだよ。アイロンかけてブロッキング、アイロンかけてブロッキングってやると、で最後の方になってね疲れてきてね、でつむじのあたりやってるとね、結構ねつむじのあたりって5、6センチ進むだけでもさ、アイロンかけてブロッキング、アイロンかけてブロッキング、アイロンかけてブロッキングってやってるとね、意外と進まないんだよね。ワンパネルで1回分のアイロン幅だとね、まあ最後のは疲れてくるってなるけどね。だからこうやって斜めスライスで全部分けてアイロンかけていくと、1回ブロッキングするとまあ3回分ぐらいになるかね、アイロンがね。その方がなんかブロッキングする時間つうの意外と取られるからね。特に後ろってね髪の毛多いじゃない、だからあのブロッキングするのに結構時間かかるんだよね。だから横スライスで取るととにかく時間かかるっつうのやっぱ斜めスライスがやっぱ早いよね。うん、結構お兄さん根元長くやってんね何秒ぐらいやってんだろう、動かないよ根元入れたまま5秒ぐらい動いてねえアイロンね、こう根元付近ね、毛先もそうだけど長くやったからって痛んだってことはないよね。で、髪の毛が180度になればいいだけだからね、長い時間かけたからってね、しっかりかかるわけでもないよね。ぬるいアイロンだったら本当に長く置かなきゃいけないけど、まあアドスト系はね本当に180度出てるからね、まあ3秒も置きゃいいような感じだよね。まあ5秒も置くことないよね、あんまりいいお手本じゃないよね。あとおっさんがやっぱりコテね、アイロンをね、ほら上下に動かしてるけど、やっぱ癖で動かしちゃうんだよね。あのじっとしてりゃいいんだけどなんか動かさねえとなんか伸びねえような気がするじゃねえけどね、なんか動いてねえとさやった気がしねえじゃねえけどね最近このアイロン操作はね、パーマをかけてるんじゃなくて酸化させてるっていうの。でもこうやって見てるとねえ、かけ方が全然2人で違うねだけど仕上がりはそんな変わんないね、わかんないね。やっぱ仕上がりが変わるとなると、まあ、同じアイロン使った場合ね、あの極端にスライスが厚いとかね、時間が短いとか温度設定がおかしいとかね。自分もね、あの本当につむじのあたりからもうずっとね斜め、全部斜めでこう最初にブロッキングしといてね、でどんどんかけていったんだけど、やっぱり結構早く終わった気がするね。まあ、髪の毛の量がこの子ね、あの癖は強い割にはそんな多くないからね。で、空いてあるから毛先なんかさっと終わっちゃうけどね。うん、まあ今のところ4分ぐらいでしょ、アイロンかけ始めて。で、結構進んだよね。お兄さんなんかまだだってフェイスラインぐらいしか終わってないもんね。といつも自分とお兄さんでやるときは自分が最初に左側から攻めちゃうんだけど、もしかしたら左側から攻めるとこの自分が今やってる後ろのブロッキングができないかもしれないね、お兄さんがね。だからこれもちょっと考え直して自分今度から右側をやって、こういうふうにブロッキングして、そうするとお客様の頭をさ
二人で右側から引っ張ることになっちゃうんだよね。なるべく左右で引っ張りたいよね。疲れないようにね。あとお兄さんは今引っ張るときに髪の毛をまあ地肌から直角に持ち上げて、そのまんまほら上方向に引っ張ってるけど、だったらやっぱりこの角度で引っ張るとお客さんっていうのを首をほらそっちの方向に引っ張っちゃってるわけじゃない。だったらやっぱり下に引っ張った方がいい。根元付近は真上に引っ張ってもいいよね。 2,3 センチはね。そこから 2,3 センチいったら今度ダウンステムで引っ張った方が首への負担が少ないんじゃないかなと思うんだよね。だからつむじ付近だよね。だからつむじ付近なんか本当は真上に持ち上げちゃった方が首への負担が少ないよね。でもつむじ付近を真上に持ち上げるのって本当に万歳アイロンになっちゃうからね。やっぱり横に引っ張るかダウンステムかだよね。横に引っ張ると結構お客さん疲れると思うんだよね、頭頂部の毛をね。実際ね、仕事中自分の方が忙しくてね、お兄さんのことなんか見てないからね、改めてねビデオで見るとね、ああそうなのってね、今ダウンで引いてんねお兄さんね。まあ開始してからまあ6分ぐらい、おじさんちょっとペース落ちてきたね。疲れてね、ずいぶん進んでね、つむじの下頭で斜めスライスでね、ガッといってっかんね。今何やってんの？ブロッキング取って、うん、だからやっぱり一回かけたところってさ、ダッカールで押さえとくと、次のね、ブロッキングちょっとやりやすくなって、そのブロッキングで取ったものをね、アイロンかける直前にちょっと取りやすくなるよね。あと10分ぐらい経過したあたりで、おっさんはつむじ付近やるんだけど、やってんだけど、その時やっぱり一回アイロンかけるとやっぱり一回ブロッキングしてんだよね。そしたらやっぱり手返し悪いね。見ててなかなか進まないような気がするね。なんか仕事はしてるんだけどなんか進んでないような感じだよね。疲れてる割には進まないみたいな。体は動いてんだけどなんか、まあ、本当ワンスライスワンスライスやってるようなね。でこの子一応毛先とか中間にちょっとツヤがなかったんだよね。ウェーブバックを起こしてるのか何なのかね。だからブライトリッチ一応塗ってしつこくアイロンかけてんだけどね、毛先の方までね。まあ10分過ぎたあたり、うん、とりあえずダメ押しでかけてるけどね、毛先の方ね。この化粧品系でもブライトリッチでもね、ブライトリッチは一応化粧品系なのかな、チオグリコロ酸入ってるけどね。まあかけたその日はいいんだよね、どんな薬でも、スピエラでも何でもね、かけたその日はまっすぐなってんだよね。時間が経つとね、やっぱ取れやすいっていうの、ちょっとブライトリッチに関しては分かんないけど、あ、見るもんだけにね期待はしてんだけどね、ブライトリッチね、傷んだ人用の中間毛先にね。だけどこの本当に酸化させてるっていうの、アイロンで、で酸化させてんだったら酸化終わったらもうパーマかかんねえだろうと思うかもしんないけど、一回濡らしてね、うわ、デジタルパーマのロット巻くとかかるんだよね。これが不思議だよね。
はい、おっさんたち2人いなくなってね、まあ、薬もつけ終わってね、2液ね、リラックスモード入ってるね。かわいいね、なんかね。さんの動きを見てさ、リラックスモード崩すことねえよな。これは気づかなかったけどね、気づいたらね、言うよね、リラックスモード崩したねって。, 笑いのネタにね。はい、ドライヤーはね、1人2台ずつね、5000ワットだね。5000ワットでやったから早いかって、まあ気持ち早いけどね、やっぱ1台でやってるとなんか風が少ないっていうので、ドライヤーの特性としてはね、風が強くなればなるほど温度は下がるからね。だから最近のドライヤーのね、流行り、高速モーターなんとかとか言ってね、あれやっぱり風量は多いよね。やっぱ風で乾かすのってあるからね、髪の毛はね、濡れたものはね。アイロンだから180度でね、やったらすぐに蒸発するんだろうって、意外と蒸発しないよね。やっぱ風の力って大事だよね。まあ、あともうコメントはあとお兄さんがカットするぐらい、まあ以上だね。まあ軽く長さ切ってすく程度だと思った。あと前髪切ってね、そんな難しいことしないね。はい、お疲れ様でした。